こんにちはー、中までたっぷりちはやです。100人マリオチャレンジではない、間違えました。18時の方に上がる方のマリオメーカーですね。初代スピラン、初代のスピランってすっごいレアじゃないと思って、まあクリア率はそんなに高くな、うん、そんなに低くないですけど、うん、やっていってみましょうよ。氷のブロックでジャンプすればいいらしい。初代スピランね、あんまないからね、ちょっと楽しみですよね。とりあえず走って、この辺で飛び、はい、この辺で飛び、いいね。あ、ドン、いいね。はい。はい、ギリギリ当たんないようになってのね、氷で飛ぶとね。OK。OK と、OK と出た。久々に聞いたの、OK と。はい。なるほど。まあ、やっぱ初代だとあれですよね。こう壁キックみたいなやつはできないから、こういう感じになるよね。いや、でも初代スピランってあんまないからいいんじゃない？おお、当たんねえのか今の。常識にとらわれないっていいよね。新しいものを作り上げていく。素晴らしい。素晴らしい精神。うわ、ギリギリ当たんねえのか。やべ、当たった。あー、しまった。最後ミスった。最後の最後で俺はミスった。普通のブロックでクリア飛んじゃってましたもんね。キープランだってさ。いや、走ってますよ。走ってます。え、すげえ。そうやって上がらせんのか。三段ジャンプが入りました。死なない。うわ、あった。かわすのか。うわ、かわすのか。これすげえな。これ、反逆したら絶対無理だな。うん、あ、無理だわ。今のヨッシー、いや、テレサ避けがまず無理ですね。そこに入れるとこあるのか、すげえな。トン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 と行きまして。うおー、気持ちいい。今のめっちゃ気持ちいい。あ、そこに入れるところが。よく作ったな、これな。めっちゃ時間かかりそうだな、これ。軽く、3週間。まあ、どれくらいの時間使うかによるけど、相当時間かかってるのは間違いない。今の音符、絶妙か？これヨッシー乗らせてくれるのかな？あ、これはヨッシー乗らせてくれないんですね。あのヨッシーをおとりに使うのがすごいな。うわぁ、あ、ここで乗れんのか。ティーヨシザウルスムンチャクッパスに。いいね。で、バネって音符、ワンワンが当て馬、あ、どうすん、かわす。で、入る。はい。二日酔いですね。投げというか。いやー、この長さ作るのは、今のぐらいだったら俺でもギリギリできそう。これさ、絶妙なんだよな。このタイミングとかほんとすげえと思う。ゴールそこにあるんかい。すげえ、最後の最後まで楽しませてくれたな。スピランがあったんで、同じ方のところでやってみたいと思います。スピンだな。かぶって、右、左、右、取られる。うわ、ここで。ああ、ちょ。はい。はい、はい、はい、はい。あ、ちげえ、上に行くんだ。上に行っていいんだ。ああ、上だ。ここだね。これでこうなって、さすがに無理か。さすがに無理っぽいな。あ、でっかいままで来いと。滑るのね。こういって、滑って、ヒップドロップ。ドーン。あ、違う。あれ？さっきどうやって行った俺。え？すげえ。全然わかんねえ、ここ。バネ使うんだよね。え？ちげえの？わかんねえんだけど。てか、これこう行く必要ねえじゃん。ねえじゃねえのよ。上も行けるんですね。やべえ、コースの意図がわかんねえ。コースの意図がわかんねえな。これはこうですね。いやー、1マス余裕があるとか、余裕ですよ。このブロックなしで俺やったからね、この前ね。マリオ、ワールドスキン、ん？ワールドスキンだけどさ。この1マスがなくてやったんだからね、1マスあれば余裕ですよね、そりゃね。
はいはいはい。サンガリー、また中間で滑ってって、これいいのか。あ、いや、ちびっこの方が良さそうだね。はい、あ、しまった。大丈夫かな、多分3段だな。でもこれ3段じゃなくてもいけるんだ。そっか、50秒でクリアしようってことなのか。うわ、これむずくね、相当難しくね、相当どころじゃないでしょ、かなり難しいよねこれね。そもそもスピラン自体が難しいから。そうだね、これ思えばあれだ、死なないだけで難しい仕組みになってるんだ。50秒切り頑張ってみようじゃないか。いやでもね、分かってしまったらいける。これは土管に入ればいいんだ。はい、ここでもロスったけど、まあ多分大丈夫。それより問題はここ、難しいのこれ。 OK 綺麗にいけたね、3段で。これでいいんじゃねえか、食らって、あとはもうこっからミスしなければフラグフラグ立った。あー、ちょっと今のもミスったな、ロスったな。はい、ミスる、はい、ミスります。 OK、 まあまあでも調整できる、調整できる。ミス、あと5秒、いけたんじゃね、いけたんじゃねえの。 OK、 50秒切れた。あと2、3回やればベストタイムも狙えるかなって感じですかね。美大とかに通ってる方なのかな。あのさ、影の使い方とかやばくねすごいよね、すげえな本当にな。じゃあ見ていきましょう。 Let's cook。 最近グラタン作ったんですけどね、めっちゃうまくて笑ったわ。また自画自賛していくスタイルなんだけれども自分の作ったグラタンうますぎて笑った。さあじゃあやっていきましょう。ああ壊しちゃった。できれば壊したくないなと思ったんだけど、物理的に不可能だな。しょうがない、これはですね、モコズぐらいまで来てますからね、これはね。モコミチさんさ、イケメンのくせに料理もできるとかさ、神だよね。あ、今度はキッチンのとこですね。モコミチさんって結婚されてましたっけ、どうだったっけね。いやー、女子が黙ってねえか。女子が黙ってねえか。やばい、死ぬ、あぶねえ。ここはなんだろう、あれ多分顔の部分だな、これ多分。じゃあ下かな、下でいいのかな。本当に、あー怖っ。これ死亡じゃん、死亡やつじゃないですか。これ遊べたんだね、多分そういうことなんでしょうね。ちげえ、ちゃんと道があるんだ、ここにも。うわ、でっていうの、卵が。はい。今のは多分ね、まあ、ちょっとやらしい表現をすると、裏筋クリアだと思うんで、はい。今から本筋クリア行きたいと思います。とりあえず止まってていいみたいだね。あ、なんかできてきた。なんか出てきたよ、受け皿みたいなやつが。これ多分キッチンするんじゃないの？まず最初に、オリーブ。これオリーブかよ。緑の悪魔じゃねえか。あ、なんか入れるとこはありますね。でもちょっと入れないかな、あれは。その後が、ごめん、コインじゃねえや。ちゃんと、ニンニクときたか。カロンがニンニクか。肉の部分なんて一切ないよね。身の部分なんか一切ないカロンだけど。で、これが、鷹の爪。なるほど。じゃあできるのはあれかな？パスタかな？ペペロンチーノかな、予想だけどね。玉ねぎ、あ、違う、卵が入ってきましたね。ペペロンチーノ、じゃあカルボナーラかな、それなら。ん、なんか最後マリメが入ってきたんですけどあ、違う、マリメ炒めの、マリメ炒めの完成、あ、違った
タがオツだった。カルボナーラでも何でもなかった。普通にマリオ炒めっていうマリオ炒めっていう普通のあれでした。え、死んだんだけど。なるほどね、これはスター取んないとダメなんだね。で、よく見たらあれだ、ちゃんと下で熱せられてるわちゃんと下で熱してくれてるんだね。これ倒して取って、これ入っちゃっていいのかな。あ、そこに繋がるのか。じゃあ大丈夫だね。で、銅管入ってゴールだ。なんか書いてあったな。これでなんて書いてあった。下押し全自動なんてあんまないよね。すげえ。ちょっと見てみましょう。これあれか、下押しだから全自動ではないのかまあそこは細かいとこはいいか。すげえ動きが軽快ですね。初代全自動、初代全自動、まあ全自動と言わせてもらうけど、あんまないもんね。これすごいな、芸術的な動きだな。青ドクロこんなにふんだんに使うのってあんまないよね。あ、入れる、すげえ。よく考えられてる。しかもあれなんだ、タイトル通り1の1なんだね。うわー、すげえ、1の1を全自動にしたんだ。うわー、うめえ、うめえ、すごいね、発想がすごいね。はい、ではお疲れ様でした。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス。